今日は台湾のトレアジアデザインさんから Weave という万年筆をいただいたので皆さんに紹介していこうと思います。シンプルですが美しい装飾がされていて開ける前からワクワクさせられます。では早速ペンについて詳しく見ていきましょう。本日ご紹介するのは職人さんが手作業で制作した竹細工が軸に使われたトレアジアデザインの Weave という万年筆でございます。軸は真っ黒に仕上げられていてかっこよさがありつつ繊細に編み込まれた竹細工の温かみも感じられる非常に個性あふれるデザインとなっています。こういうデザインは他にないですよね。台湾文具って梱包にすごく凝っている印象があるんですけれどもこちらのペンも本当にすごくて万年筆が置かれていたものはなんと竹のペントレーとなっています。しっかりとそこには滑り止めがついていて落ち着いた色が非常にシックで自分の机の上にすごくぴったりな雰囲気でした。ペンだけじゃなくてこういうところにも結構お金がかかっています。インクを吸引するコンバーターとカートリッジインクも付属していました。TA プラス D と書いてトレアジアデザインと読むんですけれども2015年に台湾で誕生したデザイナーブランドとなっています。竹と金属を美しく融合させた現代的なデザインが魅力で現代アートのようなセンスあるペンとなっています。また今度紹介するんですけれども7月上旬に発売される予定のマウンテングリーンという100本限定のモデルもありましてこっちはこっちでいいですよね。二次式のキャップを上げていきますと統一感のある黒色のボディにシルバーのペン先が美しく際立っております。ペン先はドイツのシュミット社で作られた細字 F のステンレスのペン先となっています。シュミット社のペン先だったりボールペンのリフィルは結構いろんなメーカーで使われているといったイメージで信頼されたメーカーさんとなっているので品質についてはある程度安心できるかなと思います。職人による手作業で編み込まれた繊細な竹細工が軸を包んでいるのがかなり美しくてなおかつ摩耗にも強くて頑丈にできているので理想的な軸の素材だと思うんですけれども一本一本作るのにかなり時間がかかるので値段が 17,600円と結構な値段がします。 Amazon で販売されているんですけれども鉄ペンなのに値段が高いのがちょっと気がかりでなかなか手が出しづらいかなと思いますね。なのでいただいたからといって忖度することなく実際に値段に見合った満足感が得られるのかなど検証していこうと思います。金属の部分はアルミが使われていて適度な重量感があります。ペンはある程度重量があった方が滑らかに書けます。かといって重すぎても書きにくくなってしまうのでそのバランスが難しいところなんですけれどもこのペンは書くのに重く感じない最適な重量となっています。クリップのデザインは非常にシンプルですが、ちょっと硬いのが残念ですね。もう少し柔らかくしてほしかったです。本革で巻かれたペンっていうのは、継ぎ目が目立つものが多くて、なかなか難しいところがあるんですけれども、竹細工のペンは継ぎ目っていうのがそもそもなくて、どの角度から見ても美しくなっています。ここには TA プラス D とレーザー刻印がされています。ちょうど持ち手の親指が当たるところにネジ山があるのでそれがうまい具合に引っかかってくれてグリップ力はしっかりとありました。軸の内側は金色になっているのでおそらくアルミの他に一部ですが比重が大きい真鍮が使われているのかなと思います。メインはアルミですがアルミだと軽すぎるので真鍮で重量感を調整しているという工夫が見受けられます。では今日はカートリッジインクを吸引して試し書きをしていこうと思います。使うインクは色しずくの小炉。万年筆を描く際にキャップを後ろにつけることができないので、慣れないうちは癖でつけてしまいそうです。竹細工の表面が複雑に入り組んでいるおかげで、握っていてすごく柔らかい印象を受けますし、滑り止め効果も多少あって結構握りやすくできています。書き心地はかなり滑らかといった感じですね。正直細字 F の割にはインクの出が良すぎるかなと思います。なので国産の同じ表記の F2部と比べると線は太くなります。キャンパスノートに書くのはちょっと厳しいかなと思いました。
2分については当たり外れあるとは思いますが、世界的に有名なシュミット社ですし、そこに関してはある程度安心できるかなと思います。ちょっと漢字を書く分には線が太いかなとは思ったんですけれども、デザインは本当に素晴らしいですし、字の大きさを気にしずにのびのびと万年筆を楽しむのに向いているんじゃないかなと思いました。気になった点としてはネジが結構グラグラするので、あんまり金属の精度が高くないかなという点ですね。竹細工はかなりよくできているので、金属の方ももう少し精度を高くしてほしかったです。そして締め切る時に変なカチカチとした感触があって、内側とペン先のどこかが干渉しているような変な感覚があります。設計に関しては違和感を感じるところが多々ありました。そこがこのペンの欠点かなと思います。もう少し金属パーツの品質を向上して 17,600 円ならわかるんですけれども、全体的に値段に見合ったクオリティであるかと言われたらちょっと厳しいかなと思いました。気になったのはキャップのパーツだけで、2週間ぐらい使ってもインクの乾燥はそこまで早いとは思わなかったので、マネ質としては悪くないですねと思いましたね。せっかく凝った竹細工を使っているので、ペン先の素材を金にした金ペンとかが登場してもいいとは思うんですけどね。鉄ペンはガシガシ使っていくのが魅力で、何よりも竹細工が使われた他にないデザインなので、ちょっと高いかなとは思うんですけれども、お金に余裕がある方は万年筆の一つの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。ということで今日はトレアシアデザインのウィーヴという万年筆の紹介でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。